ホンダ CB、ホンダ CB1000RCB1000R は、ホンダ技研工業が2007年から製造販売している、同社の CB シリーズに属する、排気量 1000cc クラスのネイキッドタイプのオートバイで、ある。CB900 ネ放熱の後継モデル。近年流行している、ストリートファイターと呼ばれるカテゴリーに属する。 初代の SC60 型はイタリアに設立した、現地法人のホンダイタリアインダストリアーレが二代目の SC80 型は、熊本県菊池郡大津町日川の、熊本製作所が製造を担当するが、エンジンはいずれのモデルも SC57 型 CBR1000RR に搭載された内径 X 工程 75. X、75.0X56.5。 排気量 998cc の SC57E 型水冷4ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンをベースに圧縮否定下並びに低中速域トルクを増強するリセッティングを施した上で燃料供給は p g m i 電子制御燃料噴射装置で行い常時光合式6段マニュアルトランスミッションを組み合わせ搭載するほかサスペンションは 前輪が倒立フォーク式テレスコピック、後輪が肩持ち式スイングアームという共通点がある。本校では形式別に解説を行う。CB1000R2007 年から製造された初代モデル。ヨーロッパ南アフリカ共和国市場向けとされ、日本国内向け仕様の正規販売はない。フレームはアルミダイキャスト製ダイヤモンド型都市。 搭載エンジンは上述したように SC57E 型をベースに本モデル用にチューニングした SC60E 型でマフラーはロースラングエキゾーストと呼ばれる SC59 型 CBR1000RR に酷似したタイプを装着するブレーキはディスクブレーキであるが前輪が3ピストンキャリパーによるローター計 310mm のフローティングダブル 後輪が2ピストンキャリパーによるローター系 256mm のシングルとなる。なお本モデルと基本設計や一部コンポーネンツを共用する以下の派生車種が存在する。CBF1000、CBF1000 CB 回 CBF1000SC60 型、同様に SC57 型 CBR1000RR をベースに開発されたモデルであるが、本モデルは CB1300 スーパーボルドール同様にハーフカウルを装着するヨーロッパ市場専売のスポーツツアラーで日本国内へはパッセージレッドバロンなどが代理店となり並行輸入で販売されたモデルである。形式名 SC58 の CBF1000 は2006年から2011年にかけて製造販売されたモデルで SC60 型との主な相違は以下の点にある。 形式名 SC64 の CBF 旋回は2010年から製造販売された後継モデルで SC58 型 CBF 旋からは以下の変更点がある。ヨーロッパ地区の自動車排出ガス規制ユーロ4に未適用のため2016年に製造された2017年モデルを最後に生産終了した。 2017年から製造された2代目モデルで2016年7月1日に施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年排出ガス規制に適合させた SC60 型からのフルモデルチェンジ車。日本国内使用は形式名に BLSC80 とし2018年4月2日に発売することが 同年3月8日に発表された。見せる、高ぶる、大人のためのエモーショナルスポーツロードスターを開発キーワードにし、先代の SC60 型からは以下の変更を実施した。カラーリングは以下の2種類を設定。年間販売目標先台、年、消費税抜き希望小売価格151万円とし、本モデルよりドリーム店のみでの販売となる。ありがとうございます。